日本の首都東京。一部の地域は土地が低く、大雨が降ると水害の危険があります。それを防ぐための施設が埼玉県にあります。古代ギリシャの神殿を思わせる地下に広がる巨大な空間、首都圏外郭放水路です。この施設は豪雨の大量の水を一時的に貯留するための地下放水路という施設になっています。ここの場所自体はその地下放水路の本当に一部でしかないんですよ。まあ、その一部であってもこの広大な非常に迫力のある空間ができているので、まあ、いかに巨大なインフラかっていうのがここで分かりますね。首都圏外郭放水路の主な施設は地下に建設された5つの立て坑と超圧水槽です。立て坑の直径はおよそ30メートル、深さはおよそ70メートル。大雨により川の水位が上がると、溢れる前に立て坑に水をためます。5つの立て坑と超圧水槽はつながっています。水をためることで川に大量の水が急激に流れ込むのを防ぎ、下流域の水害を防いでいるのです。ここが水で満ちるのは年に数回のこと。この圧倒的な景色を広く伝えるために、水のない時期に限り見学会が開かれています。通常ここの場所というのは一般公開を日常的にしているというわけではない施設です。まあ、その一方でこんだけすごい迫力のある風景がこう展開しているわけですから、これをどん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 見学会みたいな形で人に見せるということがなされるようになってきました。普段は見えないインフラの風景を眺められるようにしていくということ自体が非常にインフラの理解というか国土の理解というか、そういったところに結びつくものだと思っています。